使うのはですね、あのカードとかコインとかそういうマジックっぽくないものを使います。ボールです。ちょっとちっちゃいんですけど見えます？白いボール3個と黒いボールを1個用意いたしました。で、大体このようにマジシャンがね道具用意しますけどね、それで用意するものってのは怪しいんです。そこで代表して臼井さん、このボール怪しいところがないかどうか調べていただきたいと思います。もういいです。あ、これカラクリさんですよね。これはノリがカラクリさん、私は真面目にやります。白いボールと黒いボール、大きさも形もまさかそんな改めすると重さまで一緒ですよね。違うのは色だけ、間違いですね。はい、まずはこの4個のボールを使います。それが使うのが紙袋。これも本当普通の紙袋で中には何も入っていません。じゃあ臼井さん代表してみてくださいね。これからですね、この紙袋の中にボールを入れて1個ずつ皆さんというか臼井さんを含めて4人の方にボールを取っていただきます。それで白いボールが3個、黒いボールが1個ありますから、このボールを当てるというシンプルなメンタルマジックです。じゃあ決めておきましょう。じゃあ小野さんよろしいですか。2番目八木沼さん、3番目こちらの女性の方、お名前よろしいですか。葵さん、はい、葵さん、女性ばっかりね、並んじゃってますけど、1番、2番、あ、2番、3番、4番、1番が臼井さん、1番、2番、3番、4番で順番に手を入れて、ボールを1個ずつ取ってください。ただし、自分でも何のどっちのボールを取ったか分かんないように、分からない感覚で1個取って、握って、絶対に誰にも見えないようにしてください。私は絶対に見えません。なぜかというと、後ろ向きます。ずっと後ろを向いてます。それから手にね、なんか隠し持ったりもしてません。裸でもできるマジックです。ではまず袋を広げて、じゃあ臼井さん、まずボール4個全部入れちゃってください。入れちゃってください。入りましたよね、はい、でこれ混ぜます。私もう1回も手を突っ込んだりしませんので、めちゃくちゃに混ぜます。では臼井さん、1個だけ分からないように取ってください。誰にも見せないでください。取りました。はい、はい、じゃあそのまま握っててくださいね。2番目がこの辺に、あ、落ちちゃう。混ぜて混ぜて混ぜて、はい、じゃあ1個取ってください。2番目取ったら握っててください。取りました。はい、でまた、お、ちょっと待って、混ぜますよ。3番目、あ、全部気が早いです。3番目取りました。これ私後ろ向いてるんでね、ほとんどわからないです。じゃあ4番、まだ1個入ってます。落ちて大丈夫です。もう2回落ちます。取りました。あ、もう入ってないですね。はい、ではですね、1人ずつ取りました。じゃあ手を高く上げてください。白いボールが3個、黒いボールが1個あるんですけども、黒いボールの、あ、この辺から来てますね。臼井さん、開けてください。ありません、白です。皆さんに見せてください。白です。小野さん、白です。開けてください。さあ、2分の1ですからね、これドキドキするんです。八木沼さん、開けてください。白です。開けてください。黒です。間違いありません。4個しかありません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アキさん、ありません。開けてください。白です。おー、ありませんよね。この辺から来るんだけどな。中村さん、ないです。開けてください。白です。2分の1ですよ。はるみさん、ないです。開けてください。ほら、山本さん、開けてください。黒です。